皆さんこんにちは。今回の動画はホットアイマスク、ヘッドウォーマー、ネックウォーマー、この3役がこなせるアイマスクを購入してみましたので、それを紹介する動画になります。購入した商品がこちらになります。こちらの商品がその3役こなせるアイテムになります。頭、目、首、温めてリフレッシュしたいと思うことありませんか？市販で売られているホットアイマスクなどは毎回使い切りですので、結構コストがかかりますよね。今回の商品は USB で接続して何度でも使えるものですので、コスパで考えて探していた方も多いんじゃないでしょうか。これから開封してお見せしていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは最後までお付き合いください。どうぞ。それでは中身を開封していきます。まず開けますと、このような感じで梱包されていました。まずこちらアイマスク本体と、あとこのような耳栓も入ってましたね。接続ケーブル、あと専用ポーチ、そして最後に説明書。これ日本語で書いてある説明書が入っておりました。これが以上の内容となっております。パッケージから出してみるとこのような感じになります。まずアイマスク本体なんですけれど、表面はですね、非常に手触りが良くてサラサラした感じになっています。裏面がナイロン素材になっていて、ここから発熱するようになっておりますね。で、頭とか目の位置に当てるこのゴムバンドは長さの調節ができるタイプになっていて、こうやってボタンのようなもので、こうやってパチッと止めて好きな長さに合わせていきます。接続ケーブルは本体根元の部分は外すことできないんですけれど、この長さが約55センチありまして、先端に接続端子がついています。こちら本体と USB のケーブルにつなげるコードなんですけれども、こちらかなり長くてですね、1メートル近くありますので、余裕を持って使うことができると思います。でこちらに電源のボタンがあって、温度の調整とかタイマーの調整がこのボタンで操作することができます。その他に専用ポーチと低反発のイヤーブロックが入っていますので、集中したい時とか持ち運びの時にお使いいただけるといいと思います。こういうの入ってるのもいいですよね。はい、こちらの説明書なんですけれども、商品は中国製の商品ですが、日本語で書かれている説明書が1枚入ってるだけで、その他の言語の説明書は入っておりません。この辺梱包丁寧ですね。まず注意事項、また部位の説明、使用方法、取り扱いの設置の説明と、保証書として最後に書かれております。続いて本体の接続をしていきますね。まず本体の根元についている接続ケーブルに、こちらの電源ケーブルを接続します。でこの電源ケーブルの先に、今回はアンカーのこちらですね、モバイルバッテリーを接続しております。これでもう使うことができます。で接続した状態で今度は電源入れてみますね。ここのゴールドのボタンを長押しすると、はい、赤いランプが今ついております。少し見づらいかもしれませんけど、これで電源が入っていますね。長押しすると電源が入ります。でもう一回押すと、ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、これ今ピンク、説明書ではピンクって書いてありますけれど、肉眼で見るとこれ紫ですね、紫色、そして青いランプ、この3段階で温度調整ができます。青いランプの時は35度から40度、紫の時は40度から45度、そして赤いランプの時は45度から50度の設定となります。簡単ですね。で続いてタイマーの設定もできまして、20分または60分のタイマー設定ができます。まずですね、ここの部分を2回端押しすると、今ここフワンフワンってついてるの分かります？ちょっと他の色にしますね。ポンポンと軽く押すとこのように点滅します。この状態は20分のタイマー設定になっていて、でもう1回2回ポンポンと端押しすると、今度緩やかに
点滅してるの分かります？この状態は60分のタイマー設定となります。でもう一回ここで2回ちょんちょんと押すとランプがずっと点灯したままになっておりますけど、これはタイマー設定なしの状態ですね。電源切るときは長押しすると、はい、ランプが切れますので、これで電源切ることができます。ここで全て電源のオンオフ、温度調整、タイマーの設定もできますので簡単ですね。先ほどタイマー20分60分の2つ設定ができるというふうにお話ししましたけれど、もしですねタイマー設定しない場合でも約4時間経つと電源が自動的に切れるようになっております。そして目の位置、おでこの位置、首におつけるときにですね、ちょうどいい締め具合にしたいので、ここのボタンとなっておりますのでパチッと接続して、はい、この長さで外してこの位置でつけて、この長さ一番短くしたいときにはこの部分にパチッとつけると、はい、この長さでそれぞれ長さの調節ができます。で電源入れるとですね、すぐにじわっと暖かくなってきますので反応早いと思います。今すごく暖かくなっていて気持ちいいです。一番暖かい設定の45度から50度にしていますけどちょうどいいですね。市販の使い捨てのホットアイマスクとか、もしくはアイマスク使ってる方は分かると思うんですが、目のフィット感をですね気にすると思うんですよ。でこれですね、少しこう押し当ててあげると目の位置にこうフィットしてあげることができますから、温かい熱を目に直に伝えたい方はここで調節することができます。であまり暑いの嫌な方は位置を少しですねこう慣らしてあげて調整してあげることができますのでいいと思います。目が強く圧迫される感じもないですし、バンドの長さで調整できますから、締め付けられるのが嫌な方も安心して使えると思います。モバイルバッテリー以外でもコンセント経由で USB 差し込んで使うことができますので、どちらかですねお好みに合わせて使うといいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。はい、こちら購入したホットアイマスクですけれども、まだ短時間しか使っていませんけれども、すごく買って良かった商品だと思います。なので市販の使い捨てのものに比べて何回でも使えますし、温度調整もできます。タイマー機能もついてますから、すごく優れてるアイテムだと思いました。パソコン作業とか目をよく使う方はこういった商品もぜひ参考にしてみていただけるといいと思います。この動画の内容が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。またこのような関連商品もアップしていきますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー。